った時に入ってすぐで変わったようなとこありませんでしたか？なんとね、両立てにね、運動するやつがね、前と同じで登場したみたいなんです。ポーズで挑戦していきましょう。バランスキャッチャーです。こちらバランスキャッチャー、知ってる方も知ってるでしょう。再登場いたしました。バランスキャッチャーって何だろうって思う人もいると思うので説明しますね。こちらは足元にあるパネル、足元にあると思うんですけど、そこの上で乗って体重移動でアームを動かすことができる。動かしたアームであっちだよこっちだよっていう風に動かしてゲットするそうです。アームがね、元の位置に戻るときに走ってあげるとタイマーがね、途中でストップしてくれるらしいんです。まあとにかく運動するやつです。やってみましょう。今回狙っていくやつはこちらの景品、カレーです。こちらのカレーね、プロテインみたいな感じの効果があるらしくてね、運動した後食べると痩せられるかもね。そろそろ体重も心配なお年頃なのでね、挑戦していきましょう。それは用意スタート。これボタンだそうです。これでスタート、これで掴む。足元の操作ボタンで上下上下右左とかやるみたいですね。じゃあ行きましょう。用意スタート。おおおすごい。これで時間が止まります。もう疲れちゃったっていう感じを繰り返して調整していきます。いや、これ痩せますね。難しい。結構難しいけど、ゲームで遊べるの楽しいですね。奥行きがね、なかなか難しいんですよ、これ。これね、運動する人とかに向いてるカレーらしいです。タンパク質とかが結構いっぱい入ってるそうなので、まさに運動する人用って感じですね。すごい運動したのでね、あとは今にこれ食べようと思います。こちらの景品なんですけど、実はもう一種類あって黒いやつもあるので、ぜひ皆さんどっちかもしくは両方ゲットしてみてください。いやー疲れた。はい、ということで今日の動画はこちらで終了になります。こちらの動画の概要の方にね、とってもお得なアプリの情報が載った URL 貼っ付けておきますので、ぜひダウンロードして使ってみてください。これはもう痩せますね。はい、痩せなくてよろしい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。